あるところに小さな夢がありました。誰が見たのかわからない、それは小さな夢でした。小さな夢は思いました。このまま消えていくのは嫌だ。どうすれば人に僕を見てもらえるだろう。小さな夢は考えて考えて、そしてついに思いつきました。人間を自分の中に迷い込ませて世界を作らせればいいと。一番目アリスは勇ましく剣を片手に不思議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いて、知るぞ。